はい、どうもくるりと申します。今回から延命病棟っていうゲームをやっていきたいと思います。このゲームね、結構前に面白いのでやってみてくださいとか、まあ、結構ちらほら言っていただいた作品なんですけれども、ホラーゲームなんですよね。まあホラーゲームね、実況とかで見るのはすごい好きなんですけど、まあ自分でやるってなるとね、また話が違ってくるというか、まあとっても怖いですよね。まあお化けね、すごいいると思ってる人間なので、非常にもうやる前からね、怖いですね。まあということで、まあ、今回はね、梅雨も明けたし、ホラーゲームの実況なので、そういうのがね苦手な方とか、あとまあ心臓が弱い方とかもね、お気をつけください。あ、お気をつけくださいっていうか、心臓弱い方はご視聴を控えるように、まあ、ゲームの説明のところにも書いてあったので、まあ、ご視聴ねお控えください。はい、ということで、じゃあまあ早速ゲームスタートをしていきたいと思います。はい、エンターキーまたはスペースキー長押しでスキップが可能。F キーで超高速スキップが可能。まあスキップしないからあんま関係ないかな。びっくりした。ようこそ延命病棟へ。あなたには叶えたい夢や願いはありますか？幼い頃からの夢、大人になってからの夢、せっかく見つけられた自分の夢や願い、どうせなら夢で終わらせず叶えたいですよね。しかし現実はまるで拷問のようです。どんなに努力を尽くしもがいても、現実はなかなかそれに応えてはくれないものです。やはり夢はあくまで夢で終わってしまうものなのでしょうか。もしその夢や願いを延命少女が叶えてくれるとしたら、たとえどんな代償を背負うとしても、あなたはその願いを叶えてもらいたいですか？延命少女、ほう、なるほど、夢を叶えてくれるんか。延命少女、彼女には出会ってはいけない、この上なく極悪な存在と言えるでしょう。何があっても絶対に彼女を呼び寄せてはいけない。そう、何があっても。それでもあなたは延命少女を求めますか？
は夏、ここ桜川小学校は今日も賑やかだ。小学校か。俺は2次元目の授業を終え、3次元目は大好きな体育なので、少し急ぎ足でグラウンドへと向かおうとしていた。あの、これ受け取ってください。うん、告白か。小学生にしてだいぶあれだね、大人びてますよね。小学生の頃ってさ、タイヤじゃんけんとかだよね。消しバトとか、消しバトとか最近の子やんないのかなどうなのか分かんないけど、こんなでも告白とかしなかったよね。うん。そこへ一人の女の子が俺に声をかけてきた。顔をあからめうつむきながら、ハートのシールがついた可愛らしい小さな手紙を両手で差し出してくる。いや、俺は声をかけられ足を止める。しかし俺はその手紙を受け取ることが嫌で拒もうとしたが、その女の子は強引に俺の体に手紙を押し付け走り去っていった。手紙受け取るぐらいすればいいのにねまあでもやっぱ困るんかな。この少年の名前は菊川嵐。小学5年生で、年齢は11歳。小学5年生か。確かに小学生の割には大人びてますよね。モテるんかな。正義感が強く、何事にも一生懸命、冷静な口調で話し、いつもどこか悲しげな表情をしている。そして将来結婚を約束し合った相手がいた。5年生にしてそうか、もうすごいですね。もう20歳過ぎてるけど、まだ結婚約束し合った相手いないんですけどね。なのに5年生でもういるんだね。羨ましいですね。整った顔とその性格から、学校の女の子にモテモテ。本人は困っている。また受け取ってしまった。俺は受け取った手紙を丸めながらため息をついた。たった今、クラスの女の子からラブレターをもらってしまった。これは俺にとってはごく普通の日課のような出来事なんだ。なんか羨ましい通り越して腹立ちますよねまあ嫉妬なんですけど。ほぼ毎日と言っていいほど、俺は女の子からこのように強引に手紙を渡され、中身に一応目を通すものの、みんな内容は同じようなことばかり。同じ学年の女の子からもらってしまうことが一番多いが、驚くことに上級生からも稀に手紙をもらってしまうことがある。俺は嫌気がさしていた。好きですだの、付き合ってくださいだの、セリフはもう聞き飽きた。たとえ誰にどんなに言い寄られたとしても、俺はその気持ちを受け取りたくない。心も全く動かない。まあ将来を誓い合ってた人がいるみたいだしね、やっぱりそんなもんなのかな。なぜなら俺にはずっと忘れられない大切な人がいたのだから。うん。車のブレーキ音とクラクションが道路に盛大に響き渡る。危ない！おお、事故かな。同時に少年の叫び声と
ドンと何かが衝突した鈍い音がした。びっくりするまだ慣れないですね。道路を歩いていた女性が悲鳴を上げる。事故だ。人が跳ねられた。跳ねられたのは幼い少女。綺麗な長い髪にドレスのように美しい真っ白なワンピース。その真っ白なワンピースが赤黒く染まっている。一瞬の出来事だった。少女の額や手足から大量の血液が溢れ出している。目には大粒の涙を浮かべ、額から流れる血と混ざって涙が赤く染まり頬を伝う。死にたくないよ。遠藤、なんだろう、メイちゃんかな。血に染まった少女が口を開く。しかしその言葉を最後に、少女は言葉を発することをやめ、体がピクリとも動かなくなった。先ほど叫び声を上げた少年が少女に駆け寄る。メイ！そう、言い忘れてたけど、まあわかると思うんだけど、イラスト確かカンナさんが描いてるんですよね。あのカンナさんって血染めの花とかの作者さんなんですけど、やっぱオープニング豪華だよね。フリーゲームとは思えない。うん、どうしようかな、ちょっとだけ話進めようかな。時間がね結構、まあ、まだ大丈夫か。じゃあ引き続きやっていきたいと思います。学校のチャイムが鳴り響く。俺はただ窓際の自分の席に座り、外をぼーっと眺めていた。相変わらずしけたつらしてんな、嵐。すると背後から誰かの声がした。彼は沢田レイカ、俺のクラスメートだ。自分と美容の女の子のことが大好きで、ナルシスト。噂によるとレイカは俺に嫉妬心を抱いていて、理由はわからないが、何かといつも俺に勝負事を挑んでくる。
ちょっと付き合うには面倒なことが多い上、少々性格が腹黒いが、根は優しい心の持ち主。嵐、今年もいよいよあの日が来るぞ。今年こそ僕と嵐、どっちがモテるのか決着をつけようじゃないか。うん、あの日か。はあ、なんでお前はいつもそうやって。俺が呆れて口を開くと、嵐、お前は異常だ。ほぼ毎日と言っていいほど女の子に告白されてるだろう。しかも同じ子に何度も言い迫られることも多々あるらしいな。僕はそれが気に入らない。なんで僕よりお前の方が女の子にチヤホヤされるんだ。ちょっと可愛いよね、麗華くん。麗華は俺を華麗に無視して言葉を続けた。相変わらず人の話を聞こうとしないやつだな。俺はそんなのちっとも嬉しくないし、むしろ迷惑してる。モテるならではの悩みだよね。本当に理解ができないけど。とにかく明日を楽しみに待ってるから、あれの数で決着をつけるんだ。いいな。机バンバンするなよ。そうセリフを言い残すと、麗華はその場を立ち去っていき、廊下にいる女の子たちの輪の中に楽しそうに入っていった。5年生からこんなんだったら末恐ろしいよね。高校とかでもチャラチャラでしょうね。うん。次の日、俺は沈んだ気持ちのまま学校へと向かっていった。とうとうこの日が来てしまった。俺はこの日だけは学校に行きたくない。なぜかって、俺は校門の前までたどり着き、息を整えて校舎の中へと足を運んだ。俺はロッカーの中を確認する。うわあ！うん。自分のロッカーを開けると、その中からは大量の箱や袋が落ちてきた。そう、今日は俺にとっては最悪のバレンタインデーだ。なんでこんな日があるんだと毎年憂鬱な気分になる。甘ったるいチョコレートをこんなにたくさんもらって捨てるわけにもいかず、俺はこれを今日全部一人で持ち帰らなきゃいけないんだぞ。考えただけで寒気がする。俺がチョコレートの山に埋もれていると遠くから足音が近づいてきた。おお、嵐、今年もすっげえな。まったく羨ましいぜ。すごい楽観的な人ですね。通りかかったクラスメートが俺に声をかけ、愉快に笑いながら走り去っていった。俺はちっとも嬉しくないよ。俺がその場で泣き崩れていると、嵐、誰かがまた俺に声をかける。そこには麗華が立っていた。麗華は腕にたくさんの箱や袋を抱えていた。僕は20だったよ。お前は今年はいくつだった？麗華がそう尋ねる。俺と麗華は自慢ではないが、ここ桜川小学校ではすごく目立っている。入学当初からそうだったわけではないが、学年が上がるにつれて周りの女子たちの間ですごく有名になってしまっていた。何をするにしても女子たちの間では勝手に俺と麗華はセットにされる。俺と麗華は
入学当初から仲が良く、いつも二人で一緒にいた。しかし、学年が上がって、周りの女子たちに囲まれるようになってから、麗華は俺に、だんだん敵意を示すようになってきた。俺は、それが悲しかった。勉強、運動、容姿、告白された回数などなど、俺は張り合う気なんかないのに、気づけば麗華は俺をライバル視していた。一方女子たちの間ではその張り合いが興味津々なようで、気がつけば勝手にファンクラブなんてものができていて、嵐ファンと麗華ファンに分かれて女子たちが対立しているところも俺は何度も目撃している。麗華はそれを嬉しく思っているようだが、俺はもう勘弁してほしい気持ちでいっぱいだった。俺と麗華は桜川小学校ではまるでアイドルのように扱われていた。そして今回張り合っているのがもらったチョコレートの数だ。俺はバカバカしくて仕方がなかった。まだ数えてない。仕事が遅えぞ。そう言うと麗華は俺のロッカーから転がり落ちてきた箱や袋を手早く数え始めた。28、29。負けてますね。30、31。俺は驚いた。うん。麗華は表情を変えないものの黙り込んでしまった。すると麗華は俺を強い眼差しでじーっと見つめ、自分の顔の前で握り拳を作って俺に見せてきた。うん。その光景を見て俺も自分の顔の前で握り拳を作り、麗華をじーっと見つめた。そう、この合図はいつものあれだ。じゃんけんポン。うん、やっぱでもこういうとこは小学生ですよね。そう、麗華はいつも俺に負けると最後にこうしてじゃんけんを挑んでくる。自分が負けたままことが終わってしまうのは後味が悪くて大嫌いな。そうで、こうして最後にじゃんけんを挑んできて、俺に勝ったら、麗華は嬉しそうにニヤニヤ笑って、スキップでその場を去っていくんだ。やっぱ麗華くん、かわいいよね。子供かお前は。そう思いつつも、拒否すると、機嫌を損ねるので俺はそれに付き合っている。しかし、俺に勝つためにじゃんけんを挑んでくるのはいいが、そのじゃんけんも絶対に勝つなんて保証はないんだぞ。それさえも負けてしまうと、麗華を諦めて口を尖らせてその場を去ってしまう。麗華が何を出すなんてわからないから、わざと負けることもできないし、俺はどうか麗華に負けるようにいつも祈っていた。俺たちはお互いの手を見る。俺は面倒なのでそのまま握り拳を作っていた。一方の麗華は元気よくピースサインをしていた。麗華、どうしよう、勝ってしまった。勝負はついたみたいだな。麗華はそうつぶやくと俺に背を向け、スタスタと早歩きでその場を去っていってしまった。お前がいなくなれば、お前さえいなければ、僕は一番に。うん、結構深刻なんだね。本当に一番になりたいんか。
よく聞き取れなかったが、レイカが何か不穏な独り言を言っていた気がした。はい、ということで、まあ時間がだいぶ長くなってしまったので、今回はここまでにしておきたいと思います。延命病棟実況パート1、終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。